ジョバンギの島は2014年2月22日公開の日本のアニメーション映画日本音楽事業者協会創立50周年記念作品2014年9月12日から14日にかけてアメリカ合衆国ロサンゼルスで開催された LA エインゲイフィスト2013では招待作品として上映された宮沢賢治のドア銀河鉄道の夜をモチーフとした 実話をもとにした作品。太平洋戦争末期から終戦直後の四股担当を舞台にソ連の占領に伴い激変した島民の暮らしをとある家族の視点で描く。原作小説とそれをもとにしたアニメ映画があるが、この2作は同一の物語であっても別物の作品である。アニメ映画は純平の回想のみによって書かれる児童文学的作風だが原作は 母親戦争から始まる歴史ドキュメンタリー的な側面と動乱の戦争の中で複数の登場人物の複雑な心理と物語が絡み合う大人向けの戦争文学である。それに伴いアニメ映画で書かれなかったバックグラウンドが膨大に掘り下げられているが登場人物の人格も大きく異なる。原作とアニメ版の違いは思想であり、 アニメ版は庶民の立場としての戦争だが、小説版は軍人としての戦争と闘争である。従って、原作では、現像、達夫、秀夫、そして、淳平へと受け継がれる軍人としての闘争の歴史である。また、原作では、戦時下の生き地獄の中でグロテスクな少子体描写や、性描写など、生と死を分ける過激な描写が多い。キャラクターデザイン原案は、 福島厚子だが、詳細な三面図を描いたにもかかわらずなぜだか、原案とクレジットされている。通常原案の役職は、詳細な三面図など描かれることはない。アイデア出し程度である。福島厚子の三面図をもとに、伊藤慎高がもう一度三面図を描き、キャラクターデザインとクレジットされている。つまり三面図が二度描かれるという二重工程になっている。また、 福島敦子のキャラクターデザイン原案は、達夫と淳平とカンタとターニャの4人しか公開されていない。1945年春、オホーツク海に浮かぶ北方四島の一つ、四股丹島は戦時中とは思えないほど静かだった。淳平とカンタの兄弟は、島の防衛隊長をしている父から、毎晩、銀河鉄道の夜の朗読を聞かされるなど、健やかに暮らしていた。しかし、 同年8月15日の終戦を機に生活は激変する。同年9月に島はソ連軍が上陸し全土を占領、島民の財産も没収された上に大事な収入源である漁業も禁止された。島の小学校にはソ連軍人の子女が加わるが子供たちは島民の心配をよそに彼らと交流を深めようとする。このほか第十七回アカデミー賞の 長編アニメ映画賞にエントリーしていたが、本戦ノミネートには至らなかった。2014年8月6日発売。発売元は日本音楽事業者協会。販売元はポニーキャニオン。ありがとうございます。